血のバラです。この花は時間が経つことに色が変わります。これは焼いたばかりの花でまだ白っぽいですが、花が大きくなるにつれ赤い部分が増えていきます。小さいですけれども、とってもいい匂いがします。しかもいずこ、戻ったとこ幼稚じゃないよね。そこら辺に隠れてるかもしれないよ、お母さん。気をつけなきゃいけない。バキちゃんを水あけちゃうかもしれない。どこだバキ、いた、バキがいた、バキちゃん、バキちゃん、バキちゃん、潰れた声を出して抗議をします。冷たいね、ボッキーちゃん。これは何の花？ゼラニウム。ゼラニウム、これも、これね、ラズベリー。ラズベリーはなってます。なぜか。水が泡って、それはちょっと赤すぎるかな。赤すぎる。ちょっと黒くなった感じの花、あそこの先に止まりついてる。ちょっと赤黒い感じ。これ、うん？ラズベリーはすぐ取れるはずなんだよね、植えてれば。ちょっと取れないかな。これ以上になるともうびっくりして食べちゃう。すぐ壊れちゃう。そして最後に全部の全体像。